1985年12月に、東急車両製造で、地機291、地機292の2両が、製造され、2016年4月に廃車された、京王電鉄京王線のレール運搬用長物車で、ある。全長 14,750mm、時長22.5トン、荷重30トンの長物車で、地機270系の代替として製造された。 2両1ユニットで使用され、関東のついた曲線上やトンネル内でも線路の積み下ろしができる。大枠は高さ 250mm の溝蛍光を、側張りに高さ 450mm の I 蛍光2枚を漁幅型に中、両とした構成である。2両は上り降り対象の構造とされ、2両ユニットの中間に棒連結器、両端には自動連結器を装備する。 ユニットの両端に片持ち式のビームが設けられ、ビームにはレール積み下ろし用の長端2本の補助ビームが取り付けられている。主ビームにはクレーンが取り付けられ、クレーンは主ビームと補助ビームの間を走行することができる。補助ビーム展開時は黄色の回転灯が点灯するとともに、非常ブレーキが作動する。台車は TR-42 に類似し、枕羽根をコイル羽根。 軸バネをゴムとした TS-442 であり、軸受け、車輪は7000形成魚車と共通のものが採用された。SMGN 型電動発電機が装備された。2004年10月に牽引車が電気指令式ブレーキ装備のでは600型に変更されたことに合わせ、ブレーキ方式が電磁直通空気ブレーキから電気指令式電磁直通空気ブレーキに変更され、 ユニット端のジャンパ連結機が交換された。塗装色も牽引車に合わせ、黄色からクレーを基調とし、ビーム上部を赤白のゼブラ模様としたものに変更された。では600に連結されているチキ機290系、電動貨車に挟まれて使用される。牽引車は当初デト210型で、1995年3月に、では5000系に、2004年10月に、 では600型に変更されている。2016年4月に二両同時に配車された。ありがとうございます。